隣接して、サンパオロ門が建つ18世紀の版画、ガイウスケスティウスのピラミッドとは、イタリア・ローマ市、オスティエンセ、オスティエンセ街道のサンパオロ広場にあるピラミッド。このピラミッドは、紀元前18年から12年の間に建造されたもので、古代ローマの政務官であり、区議の7人間、5民館、法務官を務めていたガイウスケスティウスエプロの墓である。建造された年は、後年、 周辺部の発掘により写真指令が出ていた時代と判明したことからの推測。本人の遺言により作られたことは非文により判明しているが、なぜ古代エジプトのピラミッドに興味を持ち、自分の墓として用いたかなどは不明。3世紀、アウレリアヌスの時代には、ピラミッドの付近に城壁及び、砦が築かれ、一時、ピラミッドも城壁の一部として取り込まれた。 現在も、これらは、ピラミッドの真横に現存している。また、碑文には1663年に、当時のローマ教皇アレクサンデル7世により、修復工事が行われたことも記されている。外観は、本場エジプトのピラミッドよりも急勾配で、ヌビアのピラミッドに近い。外部は、白色の大理石により化粧が施されている。ありがとうございます。